はい、こんにちは、スレトルトと申します。今回からやっていきますゲームは、プレイステーションビータとかでいろいろ出てますリンボというゲームですね。はい、これのね、続編のインサイドというゲームを1ヶ月ほど前クリアしたんですが、それがめちゃめちゃ面白かったので、それの、前の作品であるリンボもやっていきましょう。ということで、この、影のなんか世界みたいなところで、なんか森の中でさまよっていくようなゲームらしいんだけど、なんかね、ストーリーが、一つだけあって、なんか森の中ではぐれた妹を探し出すのが目的らしいですね。で、操作も簡単で、左右の移動と、×ボタンでジャンプで、あとはちょっとアクションボタンがあるだけらしいですね。ちょっとこっち行ってみようか。あ、何？何光ってる。もう隠しを見つけたのか。あ、そっちじゃないらしい。いや、なんかあんじゃないのこれ。なんかない？これボーナスバレルみたいな。ないか。はい。ということで、前回のインサイド面白かったですが、まあ、かなり似たような作品らしいので、どんなストーリーが待ってるかちょっと楽しみですね。前回はなんか、なんだろうな、なんか、ある組織がなんか少年をずっと追っていたようなストーリーだったけども、今回はどんな感じなんでしょうか。あ、死んだな、これ。これ死んだな。いやー、でもね、たかしくん、インサイドの主人公のたかしくんだったら耐えれたよ。ちょっともうちょっと頑張ってほしいな、たけしくんには。お兄ちゃんのたけしくんですね、これ。ゆっくり降りた方がいいってことかな。おー、すごいすごいすごい。ここの穴は？あ。なんかトゲトゲになってんのか。影だからちょっと死ぬとこがわかりにくいんだな。からの、ジャンプ！よし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 。やっぱ身体能力はね、やっぱお兄ちゃんだからそういうのになりそうですね。これはジャンプで届かないから、これを運んで、あ、ここまでしか行かない。ロープに繋がれてる。で、ここを上登ると。で、多分この、これを伝って降りないと、おそらく死んじゃうんじゃないかな。ちょっと下の方の様子を見に行こう。あ、これ乗れるようになってますね。で、降りて、ここ降りて、ここの下は多分死ぬよね。ほい。なんか水か、これ。ちょ金槌。ジャンプで越えて、ここの奥か。洞窟入った、洞窟入った。なんかドンキーコングリターンズにもこんなステージあったよね。ここでいいのか。あ、チェーンが外れて、これ自動で動いてるね。なんか巨大な魚とか出てきたりすんのかな。てか、このリンボーにおいて、なんか敵キャラクターみたいなっていんのかな？犬とかさ、なんか兵士みたいなやつとかさ、特になんかいなさそうなんだ。人間の気配を感じないんだけど。てか、妹はどこに行ったの？本当にこっちで会ってんの？なんか意気揚々と船出してますけど、たかしくん、たけしくん。向こう岸に着いたのかな？おい。オッケーオッケーオッケー。あのロープだな。おい！ちょっと！ちょっと身体能力ちょっと低いなぁ。ちょっと待って。これを、やっぱり、引っ張って。でも結構怪力だね。うん。あれだね、弟のたけしくんよりは、もうたけしがわかんなくなってきた。たけしくんよりは身体能力は低いけど、パワーはありそうな気がするな。上登って、ここで左行って、上に登ると。いいですね。ミシミシ言ってるよ、大丈夫？すごいな、なんか影の世界で。なんか世界観いいですね。なんか暗くなってきたな、大丈夫かこれ。なんか森の奥へと進んでるぞ。え？なに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 ？ちょちょー！あ、痛い！首。下に罠がある。見えにくい。見えにくいよ。あの蝶々腹立つよな。完全に、プレイヤーの視点を上に向かすためだけにあるよね、これ。動かせんのか。あー、なるほど。これで、ジャンプ越えて、ジャンプ。あの蝶々腹立つわ。絶対上向くじゃん。あの蝶々捕まえようってジャンプするじゃん。腹立つわ。下もちゃんと、え、妹？え、これ妹？え？届くか。はい。はい、やられた。なんかもう、宙に浮いた瞬間になんか下になんか見えたもん。はい、やられました。
はい、開発者の思うまま。どういうことだこれ。届かないよな、あの上に行きたいんだけど。これ何？でもなんかさ、ハエがたかってるってことは人間の可能性高いよな。これがもう妹だったとかやめてよ。で、ジャンプ。よし、これで OK だ。なんもないんかい。いけないのこれ。という、あ、わかった。これで、これ罠にやって、こう飛び越えてからの、ジャンプで、よし！あ、これで、上に行けるようになったんだ。あれ、なんだったんだろう、これ。あ、もうなくなってる。まだ行ったら、これ死んじゃうよね。振り子にして、よし、オッケー。あ、なんか奥が綺麗。え、なんか、下になんかありそうで怖いな。蝶々が出てきたら、これちょっと、あれだね、ミスリードポイントだと覚えておこう。基本的に死ぬ要素は罠とか、飛び降り死とかしかないのかな。え、上か、なんか嫌な予感する、これ。はい、嫌な予感、はい、嫌な予感、はい、嫌な予感、はい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 、オッケー。こんなことぐらいで死にませんよ。これインサイドクリア前だったら無理だっただろうな。とりあえず奥行って。これはこのまままっすぐでいいのかな。なんかこう、世界観がね、ノルウェーの森のような。なんかない？なんもない？大丈夫？なんもないね。あ、なんか上行けそう。でも、あれジャンプ届かないよね。なんかまた生えたかってんじゃん。なんか嫌な予感するんだけど。この水死ぬよな。ちょっと、ここら辺で、浮かせて、もうちょっとあっち行って。これ以上行ったら俺死んじゃうから、もうちょっと。ギリ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 、ああ挟まってる。ハエがたかってるってことは、あの湖で結構人が死んでるってことなんじゃないの？こっちだね。これで、上行って、上行って、よしよしよし。で、まず左。じゃない、右。背面ジャンプ！いいよ。いいよ。弟を彷彿とさせてるよ。お、いいよいいよ。あっち側はいけないか。で、こっち行って、あ、なんかある。あるある。これ隠しじゃない？ほい。あそこに実績解除ポイントみたいなのあるじゃん。ちょっと上登って、見えにく。振り子にして、ジャンプ！よし！オッケー！高いところなんてへっちゃら、へっちゃらじゃないですよ、僕。全然へっちゃらじゃないよ。で、右と。オッケー！あ、で、これを池に倒すんだ。いいねー。下あるよね、あるよね。ここらへんか。よしよしよし。これを押して橋にするんだ。ここらへんまでいいだろう。あ、でもこれじゃもうちょっとここぐらいだったら届くか。ギリいけるか。いけ、よし、オッケー。いいよいいよ。で、何ここの森。あ、なんか上行けそう。でもジャンプできないな。あそこの上に罠あるよ。いや、でも届かないでしょ、これ。何これ。あ、なんか蝶々ある。え、何、え、人面獣。何これ。相変わらず蝶々腹立つ。完全にあの蝶々ミスリード誘ってるでしょ。危険な場所を察知して、うわ、危ねえ。え、何、こっちか。あ！あ、ちょ、動けない動けない。ああ！うわ。いや、串焼き、大阪名物、串揚げじゃん。うわ。音が鋭すぎでしょ。どうしたらいいの？ちょっとね、狙わすのか。怖い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 。なんか、カンって音した？落ちたのか？
あ、罠が落ちそうになってる。なるほど、この地響きで罠が落ちそうになってんだ。よし、よーし、落ちた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 。ちゃうよね、思ってるジャンプ力ないんだよなこいつ。前作のね、たかしくんのジャンプ力半端なかったけど、誘導すんのかな。あ、位置違うな、多分こういう感じだな。おいでおいでおいで、そう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 、ここ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 よ。よーし、一本一本かこれ、全部のあれか、足と枝と戦うのか。ここ、イエーイ、ざまー。わー、おぶな、飛び上がったぞ俺。こいつ危険すぎだろ。来た、あ、来てない、怖いよこれ。来たー、イエーイ。え、雲だったのかあれ、木じゃないんだ。あ、罠なくなっちゃった、ありがとうな罠、いつも俺を殺すけどね、ベジータのように味方になってくれてありがとう。あの雲絶対また出てくるじゃん。てか巨大植物みたいな、あの巨大な虫とか巨大ななんかクマとか出てくんじゃないの今後。うおー、ここ危なそう。何ここ、洞窟なんだあの白いやつ。なんか動き遅くなった、なんか動き遅くなった、なんか動き遅くなってる、ジャンプできなくなってる。なにこれ、え、あ、クモの巣だ、やばい。どうしたどうした、どうしたどうした、あー終わった、みんなごめん、死んだわこれ。おいしくない、あーあー優しい、なんか優しい。わー、ちょっと勘弁してください。あ、非常食にされてる、非常食にされてる、すごい職人技、職人技だし、鉄腕ダッシュに出てきそうな職人技。あ、でもこれなんかうまくやれば脱出できそうだな。おい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 、ちょっとまだ、俺は妹と、可愛い可愛い妹と会いたいんだ。どんな見た目なのか、ちょっと妹妹妹のために俺は頑張るぞ。よし、いいよいいよ、オッケー。あ、動ける動ける動ける。あ、ジャンプするとちょっと高く、普通に歩いてるとぴょんぴょんだけど、ジャンプ押すとこういう感じになる。オッケーオッケーオッケー、いいよいいよいいよ。いつまでこのままなんだろう。水の中とかに入れば、いやでも蜘蛛の糸って水弾くよな。あ、ここジャンプ大事だな。下手か、よーし、オッケーオッケーオッケー。当分こうなのかな。ほい、ぴょんぴょん。これ雲追ってきそうだな、逃げやがったっつって。第一ステージのボスは雲見たー、危ねー。なにこれ、転がすのかな、とりあえず。ほいほい、オッケー、あっち行け。ほいほい、で、あはははは、あああジャパー。よし、もうこっち行った方がいいな。ほい、ぴょん。よーし、余裕持ってる。で、これ橋渡るようになると。すごい世界だな、これ。別になんか説明書とか読まなかったら、妹がいるとかもわかんないもんな。本当に妹がいるのかもちょっと、インサイドのせいで疑心暗鬼になってるよ。妹がこの兄ちゃんに、ね、兄ちゃんが嫌いで仕組んだとかいう可能性もあるからな。これ下落ちたら刺さるよね、これ。ちょっと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 、マジでやめろマジでやめろ、もう気づいてんじゃん。クモの再登場早くないっすか。やばい、これこれこれ急がないと捕まるよな、これ。ここだ、よし、オッケー、うまいうまいうまいぞうまいぞ、オッケー。おおおお、まだなんかちょっと羽ついてるよ、羽ついてるよ。オッケーオッケーオッケー。この蜘蛛の糸がなんか匂いみたいになってないだろうな。オッケーオッケー。いつ外れるかちょっと楽しみだな。このおしゃれなやつ。この緑の募金みたいなやつね。しょうが、あ！妹？あー！罠、あいつ、よくもやりやがったな。
てかなんで森の中にさ人が何人か死んでんだろう。今これ2人目だよね。ああー俺の大好きな羽が共同募金にもらった羽が取れちゃったんご。それ笑うわ。それ無理だわ。誰が仕掛けたんだあいつか。この森がなんかさなんか難攻不落の富士の樹海みたいな感じだったりするんじゃないの。普通には登れないってことはやっぱ何らかのことでやっぱ危ねえ。うまいんじゃない今の。今のうまかったよ。いいよ。で多分ここでここはもう脱出不可能な森なんだろうな。もう絶対妹死んでるよねそう考えたら。ほいオッケー。もうちょっとやるか。次なんか動いてるような気がした。気のせいか。あでも森を抜け出した感じ。あマリオっぽいよ。ベーンベーベーンベーン。よし。いいよいいよ。あぶね。なんか罠とかありそう。あれなんか嫌な予感する。絶対嫌な予感する。俺死ぬよ。死ぬ自信あるもんこれ。え上登れんのか。いやでもあはははは。ああやっぱり。なんかうまくいった感あったけどやっぱりね。どういうこと。どうすればいいのこれ。あぶねえ。ああーこれでいいのか。単純に折れたみたいなことか。すごいなんか器用な死に。おおおおおっオッケー。上なんか怖いなあれ。なんでそうなった。なんでそうなったあれ。ジャンプでしょ。ええうまい。ついに音楽が鳴ったぞ。何が始まるの。何が始まるって言うんです。もうそろそろなんかあ近くなってきてる。近くなってきてる。何あれ機械だ。あれこれえ、機械だよこれ。なんか動かせる。え？さっきの雲みたいな。でも雲じゃないよなこれ。おい！はい出た。はい殺人鬼。しかも下手くそ。はい俺を殺している機関の人間出ました。終わりましょうこれ。ここぐらいで終わりましょう。はい、ということで、何やら黒幕的なものを感じましたが、ちょっとね、俺今のが妹なんじゃないか説とか、ちょっと押そうかなと思います。はい、ということでご視聴ありがとうございました。リンボー、こちらも面白そうですね。としてね、かなり難しそうですが、とりあえずクリアね、完全クリアを、今回も目指して頑張っていきたいと思います。次回に続きます。